山木さくらと松井玲奈のアイドル比較。知名度はどちらが上？こんにちは、皆さん。今日は、山木さくらさんと松井玲奈さんのアイドル活動について比較してみたいと思います。どちらのアイドルがより知名度が高いのか、一緒に探っていきましょう。まず、山木さくらさんについてですが、彼女は AKB48 グループの一員であり、数々の人気曲やテレビ番組に出演して、います。山木さくらさんは、その可愛らしいルックスと明るいパーソナリティで、多くのファンを魅了しています。彼女の努力と才能により、AKB48 グループの中でも注目される存在となっています。一方、松井玲奈さんは、元 SKE48 のメンバーであり、現在は女優としても活躍しています。彼女の演技力と表現力は非常に高く評価されており、数々の映画やドラマで主演を務めています。松井玲奈さんは、その子の魅力と幅広い活動で、多くの人々の支持を集めています。では、山木さくらさんと松井玲奈さんの知名度を比較してみましょう。山木さくらさんは AKB48 グループの一員として、テレビやラジオなどのメディア露出が非常に多いです。彼女の名前は多くの人に知られており、特にアイドルファンの間では非常に人気があります。以後、松井玲奈さんはアイドル活動の他にも女優としての活動があります。彼女の演技力と幅広い活動会により、一般の方々にも知られる存在となっています。また、松井玲奈さんのファッションや美容情報にも注目が集まっており、その影響力は大きいです。総合的に見ると、山木さくらさんと松井玲奈さんはどちらも非常に知名度が高いアイドルであり、多くの人々に愛されて、います。それぞれの個性や活動会の違いにより、ファンの支持を集めて、皆さんは、山木さくらさんと松井玲奈さんのどちらがお好きですか？ぜひコメント欄で教えてください。また、あのアイドルとの比較や、さらなる情報についての知りたい方は、コメントでリクエストしてください。お待ちしています。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。